どうもこんにちは。GTMAX ガジェット部、ゆたかです。今日紹介するのはですね、こちらですね。サウンドピーツオペラ05です。GTMAX。こちらのね、サウンドピーツオペラ05は、クラファンサイトのね、幕開けで開催されていたプロジェクトの商品で、先週ね、届きました。触れ込みでは、イヤホン一つで13年、サウンドピース機関モデル、オペラという風にね、あるのでサウンドピースの技術が結集されてんじゃないかなと思ってね、楽しみなんですよね。早速こちら開封してみましょう。はい、じゃあね、開封してみましょうね。開封するとこんな感じになりますね。まずね、ケースとイヤホンから見てみましょうね。ケースはこんな感じになります。ここの光ってる部分が金メッキだか金属だか分かんないですけど、綺麗でいいですね。開けるとこういう感じになります。ここもすごく凝ってていいですよね。それではね、イヤホンもね、取り出してみましょうね。イヤホン取り出すとこんな感じで入ってますね。こっちにね、絶縁テープあるんでね、外しておきましょうね。最初に言った通りね、サウンドピースの技術が結集してるだけあって、かなり作りがこだわってますね。まあ、この辺は割とプラスチックっぽいんですけど、まあ、ここ金属ですし、ここもね、なんかこう、耳に優しそうな素材、使われてますね。ただ、そのこだわりすぎたせいなのかもしれないんですけど、ちょっとイヤホンのサイズでかいですよね。結構重いかなって感じしますよね。ちょっとね、このケースへの入れ方が分かりづらいんで、ここのね、端子をこのケースに対して平行に入れないと入らないんですよね。こういう感じで入りますね。取り出す時もね、ちょっとなんかね、取り出しづらいんですよね。この点ちょっといまいちですね。まあ、ただ、まあ、ケースはやっぱりしっかりしてるなと思いました。で、同梱物なんですけど、まあ、ケースとイヤホン、USB ケーブル、タイプ A とタイプ C、イヤーピースが2種類。で、本体にね、1種類ついてるんで、合計3種類ですね。取扱説明書、アプリの案内ですね。同梱物は以上になります。それではこちらスペックです。12mm のダイナミックドライバーと BA ドライバーを搭載したカナル型の完全ワイヤレスイヤホンです。BA ドライバーは2機搭載されています。イヤホンのノズル部分にはメタルノズルを使用しています。音聞いてないんですけど、金属使うことによってトランペットとかサックスみたいな、ああいった金管楽器っぽいような音になるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっと聞いてみないと分かんないですね。 Bluetooth のバージョンは 5.3、 対応コーデックは SBC AAC LDAC、 充電端子は USB Type C、 連続再生時間はイヤホン単体で9時間、ケース併用で33時間です。急速充電に対応し、10分の充電で1時間使用することができます。防水性能は IPX4。 音声アシスタント対応、片耳モードあり、ノイズキャンセリング搭載、マイナス 30dB のノイズをカットしています。また人間工学による設計で耳にフィットしたデザインを採用しているので、耳栓と同じパッシブ効果があり、よりノイズを遮断しています。外音取り込みモード搭載、専用アプリサウンドピースあり、 EQ やノイズキャンセルや外音取り込みモードなどのモードの切り替えがあります。タッチセンサーで操作はこちら。マイク搭載、片方に2機ずつ合計4機のマイクを搭載し、人の声と環境音を正確に分別します。通話用ノイズキャンセリングである ENC を搭載し、マイナス 50dB までノイズを低減しています。肝心のマイクの音声はこちら。どうもこんにちは、 GTMAX ガジェット部、ゆたかです。今回はサウンドピースオペラ05で話しています。マイクの音はどうでしょうか。チェックチェック、マイクのテスト中。早速オペラ05を使ってみましょう。初回ペアリングのやり方ですが、こちらはね、一般的なやり方と一緒です。装着するとこんな感じですね。やっぱちょっとでかいなと思いますね。重量感はありますね。その割は安定感あるんで、その点はいいんですけどね、やっぱちょっと重いっすね。やっぱちょっとなんかあれだな、耳から出てる部分が、カビで分かんないかもしれないけど、こうやって見ても耳から出てる部分が大きいなって感じしますよね。まあね、音良くてもね、これだとちょっと厳しいっすよね。でちょっとね、音楽聴いてみましょうね。オペラ05の音を聴いてみました。すごい高い音、超高音域って部分がものすごく強く出てるイヤホンだなと思いましたね。キラキラしたシンセとかたまにあるんじゃないですか。そういうのがある音になると耳にコーンってくるような感じになってたりしたんで、かなりね、高い音がね、強調されてるなと思いましたね。超高音域とか高音域が強調されているイヤホンの確認の音源としては、僕はね、スティーリー・ダンのガウチョっていうアルバムの曲を聴くようにしてんですけど、案の定ね、ハイハットが耳にめちゃ痛いんですよね。これちょっときついなと思って聞いてましたね。僕が最初に幕開けでのオペラシリーズのクラファンを紹介した時に、このサウンドピースの似たようなモデルで H1 っていうのがあって、それもね、やったら耳に刺さるような音だったっていう風に言ったんですけど、まあ近い感じではありますね。ただね、 H1 ほどではないんですよ。あ、H2 だったっけな。まあ、その、どっちだったか忘れましたけど、それほどじゃないんですけども、それでもやっぱね、これかなり耳に来るイヤホンですね。で、まあ、特にね、女性ボーカルものだと、作業とか、あと呼吸音がやたらね、強調されるんで、
すごく聞きづらいんですよね。最近の曲だと月読みっていうね、バンドなのかな、プロジェクトなのか分かんないですけどの逆転劇っていう曲あるんですけど、それをね YouTube じゃなくてちゃんとあの Amazon Music とか Apple Music で聞いてみてください。ハイハットとか女性の声とかの作業とかがやたら強調されてるのもう耳痛くてしょうがなかったですね。やたらねシャリ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 って言ってましたね。それでドンシャリなのかっていうとそうでもないんですよ。ボーカルのバランスはそんなに悪くないし、高音も気にならなきゃ全体的なバランスはいいっていうような感じになるんですけど、やっぱりねよくよく聞くとハイハットとか女性の声とか作業とかっていうのが気になる感じでしたね。まあただね、音量を下げれば下げるほどその耳につく部分っていうのが減ってくるんで、聞くときはね音量を下げて聞いた方がいいんじゃないかなと思いましたね。耳にも優しいですしね、そっちの方が。まあすごい高音域が出るイヤホンって分かりづらいんですよ。低音がやたら出てるイヤホンとか中音域がやたら出てるイヤホンとかっていうのは分かりやすいんですけど、高音域を強調するとクリアな音に聞こえるんで良い音っていう風にレビューしがちなんですよね。そこの高い音の部分が分かるかどうかっていうのも結構ねイヤホンレビュアーのね信頼度に関わるかなと思うので、オペラ05でなんて表現してるかっていうのはね結構ね参考になったりするんで、ね、見ると面白いと思いますよ。結構先行レビューっていうのがたくさんあったんで、もうそんなに見る人いないと思うんで、まあぶっちゃけてるんですけどあんまりねいまいちな部分ばっかり言ってもね感じ悪いんで、オペラ05の推奨する使用の仕方です。で僕最初に月読みの逆転劇は Apple Music とか Amazon Music とかそういうので聞いてくださいって言ったんですけど、推奨する使い方としては YouTube にアップされた音源は聞くとバランスいいんですよ。なんでかっていうと YouTube っていうのは動画をアップすると高音域がめちゃくちゃ劣化するんですよ。僕もあの他のチャンネルで曲とか上げてるんですけど、ものすごい劣化するんでびっくりして、それから YouTube にアップするときはちょっとハイきつめで上げてるんですよね。それでちょうど良かったりするんで、だから相当劣化するんですよね。その劣化した部分とオペラ05で強調された部分っていうのがちょうどね補完し合ってるんで聞きやすくなっちゃってるんですよね。さっきの月読みの逆転劇は僕はね Amazon Music で聞いたんですけど、 YouTube 版の方がオペラ05で聞いた時は断然良かったですね。まあそれでもやっぱりね作業とかハイハットは多少気にはなってるんですけど、 YouTube 版であればアプリで多少ハイ削ればなんとかなるかなと思いましたね。 Amazon Music の方はもうアプリで削ってももう作業の痛みっていうのが全然消えなかったんで無理でしたね。なんですかね、 YouTube の動画とかあと MP3 とかあの劣化した音源を聞くときは劣化した部分をね保管してくれるんでね聞きやすくなるんでねおすすめですね。で次はノイキャンと外音取り込みモードの感想なんですけど、最近のサウンドピースのイヤホンって結構ねノイキャンねがっつり聞いてくれるんですけど、それに比べるとねそんなんでもないかなって感じがしましたね。一昔前の感じのサウンドピースのノイキャンだなと思いました。外音取り込みモードに関して言うと、まあ、可もなく不可もなくって感じですね。だから値段から考えるとここの機能は弱いかなと思いましたね。でその他気になったのはやっぱりイヤホンがでかすぎるんで耳につけてると疲れてきますね。しかもハイがきついんでより疲れるっていう、あのその点はちょっとねいただけないなと思いましたね。今回はサウンドピースのオペラ05を紹介しました。散々ねいろいろ言ったんですけども、今回もう一つこっちのオペラ03こっちもあるんで、そっちともね比較して聞いてみようかなと思ってますね。でオペラ05とオペラ03の違いっていうのはノズルの部分にメタルノズルを使用してるかどうかというところと、 BA ドライバーが2つか1つかっていう差なんで、そこの差でどんぐらい変わってるかっていうのをねちょっと確認してみましょうね。 BA ドライバーはちょっと分かんないですけど、メタルノズルは確実に倍音を強めてるはずなんで、それがねマイナスの方向に働いてんじゃないかなと今考えてるんで、次回ね確認してみましょうね。オペラ05に関しては YouTube で音楽聴くのが多い人とか、あと MP3でね劣化した音源を聞く機会が多い人は買った方がいいと思うんですけども、ちゃんとした音源を聞こうとするとちょっとね耳痛いんで、その辺はね気をつけておきましょうね。以上です。今回の動画が参考になれば幸いです。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。